もうとにかく気軽に、なんだろう、近所のおばさんの家に遊びに行く感覚でパンを習いに来てください。でもパンって難しいもんじゃないよ。お菓子作るよりパンの方が簡単だと思いますから。手骨なんて男の人向いてると思うんですよ。力もあるから。あとだからこうリタイアしたおじさま方がもし趣味でやりたいって言えば、それすごくいいと思います。パン教室ではパンダのパンちゃんなんですね。これからカフェやろうとしてるお店はポチパンなんですね。パンダのパンちゃんなんですね。みんなそんなふざけた名前ダメって言われたカフェの名前。こんな気取った店じゃないんで、店じゃない、パン教室じゃないんで、持ち物もそんなないですし、気軽に。で、来れば誰かしら知り合います。大丈夫です。